なにこれ、あ、あ、雲乗れんじゃん。あ、ちょ、お前理解不能、理解不能。俺は高校生探偵工藤新一、幼馴染で同級生の毛利杏とアイマナビーザガイで遊んでいて、揺れる雲に乗りながら考えていた。本当にこのステージはクリアできるのかと、もう似せる気なくて笑った。ねえ、でもさ、あ、そっか、二段ジャンプできること俺忘れていた、今さ。そっかそっか、二段ジャンプできるんだ、忘れてたって。夢の舞台へ登れないじゃん。最近森久保さんの声真似にハマってるんですよね。だから何っていう。だからさ、ジャンプをせめてなんか Z とかにしてほしいわ。ってか降りたらさ、ジャンプできないの、なぜ、どうして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 、あれ上がんのよね。二段ジャンプできるのが分かったのはいいけどさ、それを全然こう生かしきれていない自分がいる。午前2時53分の昼下がりのことでした。勘弁してよ玄太くん。なんで俺玄太くんに、あ、ちょっと乗れた。でも乗れたわ。乗ったらすぐ右の雲に乗り換えるんだな。オッケーオッケーって分かってて言っても指がね動かないんだよな。これがあのゲームどっちか。だからなんで二段ジャンプできないわけ、わけわからないんだけど。わかめちゃんもびっくりですよね。お兄ちゃん、ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんはどうしてカツオって名前なの。そういうわかめもなんでわかめって名前なんだい。何の会話をしてるの本当に。磯野家のとある日常みたいな、そんな会話をしてたらいいよねって。すぐこっちに乗り換える。お前もう一回下がるんかい。俺もう行くわ、これマジで行くわ。はい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 、でもう一回下がって、もう一回飛ぼう、もう一回飛べるよお前なら。あ、わかったわかったわかった、右に乗るんじゃなくて、乗ったら降りて左の雲に乗るんだ。はい、あー、これにはさすがの工藤いける。いやー、行ったんだけど上がりきれない、二の腕に乳酸がーみたいなさ、シーンよくあるよね、サスケとかで。上がりきれない、カスカペ防衛隊ファイヤー、やめろよな、しんのすけってさ、昔風間くんの声真似したんだけどさ、それが不評でどうでもいいあの情報をお届けしました。これジャンプキーがせめてシフトじゃなかったら、あ、気づいちゃった気づいちゃった、わーいわい。これあれじゃん、俺シフトさ、今までこの十字キーの上にシフトがあるんですよ。俺左にもシフトあるの知らなかったわ。俺長年このパソコン何もう5年ぐらい使ってるけど初めて知ったわ。左にもシフトあんのね、教えてよそれ。わー、俺これでいけるわ。結局技術の問題だ。シフトを見つけたことに夜感動でちょっと今俺震えてんの。難しくないこれ、そんなこと今更言うこと。知ってたよね誰もが。うん、いやプレイしてる俺が一番。お前さ、ちょい何牽制してくんだよお前、昔の俺か一類の。知らないよねそんなの誰も。おいおい、なんで1回しか飛べねえだよお前さ。1回しか飛べない時と2回しか飛べない時の違いがよくわかんねえよお前、ほんとに。おい、 R を押すプロになってきてるもん俺。ブラインドタッチとかできないんだけど、 R に関してはもう見なくても押せるようになったわ。ゲームのこの何プレイスキルは上がってないけど、 R を押すスキルだけは上がっている、確実に。そこだけはあの一つ言えること、今俺R をさせたら誰も負けない気がするわ。何で競うんそれ。よしよしよし、飛んで飛んでよ。なぜ撃ったし今。ちょっと出してくんじゃねえよ最後に。ねえそこ大丈夫、そこ上がってってば。もう俺あとも何度も上に行きたいって頼んだ、だけどそれでも届かなかった。もうドラゴンボール、あ、上がってくれって俺は何度も頼んでるじゃん。もう俺はダメだったよ。上がってくれって言ってるのにも。なんで俺の言うこと聞いてくれないの。決めた、俺今年の初詣で上がってくれって言う、それにする。二段ジャンプを決めていく。上がってこれ。お
前オーバーキルだわ。あんなん回避の仕様なさげ、あさげ、夕げでしょうが、俺はあさげ派です。よろしくお願いします。どうでもいい情報。おーい、はい、あった。だ、そう、どうしたらいいの。だからどうしたらいいんですか。俺はもう分からないよ、そうなってくると。どうですか、そこのところ、木村さん。いや、そうですね、もうこうなってくると私の手にも意味が不なんですけど。え、バグったんですけれども、強制終了したんですけど、何これ、どういう状況。はぁ、あ